マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第173回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第173回目です。前回からですね、マイクを新しく買って収録してるんですが、前回どうでしょうね、皆さんから結構ですね、聞きやすくなったと、やっぱりマイクだけでも違いますねっていうご意見いただきましてね、ちょっと効果あったのかなと思っています。違わないったら違わないっていうところあるかもしれませんが、ちょっとですねちょっとこのままやっていきたいなと思っております。いろいろとご意見レポートいただいた方、皆さんどうもありがとうございます。ね、このマイク使っててね、ちょっと音声レベルが低くなっちゃうんですよね。で、IC レコーダーの感度を上げて、音声レベルはちょっと高めにしてっていう風にやってるんですが、なかなかちょっとうまくいかないなと。ちょっと気を抜いて喋っちゃうとですね、なんか小さい声になって喋っちゃうことがありまして、前回エンディングはね、ちょっと音声レベルちょっと上げました。その分ちょっとノイズが入っちゃったかなと思うんですが、なかなか難しいんですけどね。これはいろいろと、いろいろ調整していきたいなと、そんな風に思っています。あとね、オープニングのがちょっと変わりました。で、前回何も言わなかったんですけど、木澤さんオープニング変わりましたねなんて言われましてね、あ、やっぱりよく皆さん聞いてるなと思いまして、マイクロソフトや製品や技術をですね、楽しく分かりやすくということを目標にですね、あれはあくまで目標ですね、お話しできればなと、そんな風に思ってお話をさせてもらっています。さて、そういうことで、今回何をお話しするかというと、オープニングタイトルでああいうことを言っておきながらですね、マイクロソフト製品の話ではありません。ハードディスク、これのですね、ホワイトニングの話をしたいと思います。ハードディスクのホワイトニングというのはね、ハードディスク の完全データ消去ですね、そういったことのお話になるんですが、実はですね、今私のパソコン周りちょっと整理しようかなということで、実はハードディスクがですね10台以上あるんですね。これ全部使ってるかというと、以前お話ししました Windows 8の記憶域、ストレージプール、あの機能を使って一つにまとめてですね、大容量ディスクにして使ってたりしてるんですが、その分ですね、だいたいハードディスク1個で 10W ぐらいいくんですね。で、電気代もかかってるし、ちょっとね、これを売り物になるかどうかわかんないんですけど、1個ね、ほんと500円でも売れればですね、売ってそれを足しに 2TB のハードディスクを1個買おうかなとかね、そんな風に思っていまして、で、そうなると、ハードディスクをね、ものによってはもう完全に破棄するとか、あとはこう売れるかどうかっていうのはあるんですが、オークションで中古に出してしまうとかですね、そんな風なことを考えています。ということで、実際昨日からですね、ハードディスクの組み替えをして、ちょっとまたバックアップの体制を変えてですね、バックアップの話はですね、以前ファイルの履歴ということでバックアップも取ってたんですが、ちょっと別の方法も念のため取るということでやっておりまして、ちょっとそれまた別の機会でお話したいと思うんですが、そんな形でハードディスク周りいろいろ構成を組み替えています。で、実際このハードディスクは切り離して売ろうかなとかですね、そういうことをやっていまして、そこで気になるのが、ハードディスク売るっていうと他の方に手に渡るわけですね。中に入ってる情報完全消せてるかなっていうのが心配あります。で、実際消せないことが多いんですね。で、よくあるのが、パソコンを廃棄業者に出して、廃棄業者が消さないでそのまま中古として市場に出してしまったと。で、その中身が残ってた、もしくはファイル復元ソフトを使ったら復元できてしまったということで、情報漏洩になってしまうということがあります。これなんかお堅い話になったと思うんですが、実際起きる話でですね、これあまり詳しい話は私できないんですが、事件になったことはいくつかあります。それは皆さんよくニュースとかでもご覧になってると思うんですが、そういうことでですね、これ実はあんまりバカにできないと。で、個人のハードディスクも例えばオークションとかで売っても復元できるかなっていうと、復元できてしまってね、大切な文書とか写真とかがね、他の方に見えてしまったとかね、実は気がつかない間になってるかもしれないんですね。そういう時に、ハードディスクを完全に消去した状態でお渡ししましょうということで、ホワイトニングという考え方があります。で、通常ハードディスクはですね、ちょっとこの番組をお聞きの方はどうでしょう、初めて聞く話の方もいれば、そんなのを常識だろ知ってるよっていう方もいると思うんですが、ちょっと初めて聞く方向けにですね、改めてお話をさせていただきたいと思うんですが、ハードディスク使わなくなりましたっていうと、フォーマットとかですね、すればいいじゃないかっていうのがあります。で、実際この Windows 上の機能からですね、
パーティションを削除とか初期化とかフォーマットとかやればですね、確かに消えます。で、消えるし、普通だったら消えたファイルはまず取り戻せません。ところがですね、これっていうのはハードディスクの中身完全消してるわけじゃなくて、ハードディスクにどこら辺にどのファイルが入ってますよっていう管理してる部分を削除してるに過ぎないんですね。この部分消しただけで、実はファイル復元ソフトっていうソフトが結構市場出回ってます。出回ってるって別にあれちゃんとした復元するためのソフトなんですが、まあ、フリーソフトでもあるんですが、そういったソフトを使うとハードディスク上にデータとして残ってるのをうまく救い出してくれるんですね。まあ、救い出してくれるということは逆に読み出せてしまうってことなんですね。ということで、フォーマットとかかけた段階ではですね、実はデータは残ってると。管理している部分を消して、見た目上消してあるだけであって、決して安心はできないんですね。で、ここでどうするかというと、ホワイトニングというところが出てきまして、完全に中身を消してしまう。で、消してしまう方法、どういうのがあるかというとですね、全領域に固定パターンを書き込む。つまり例えば全領域に0を全部上から書き込んですね。そうすると0しかデータが書いてないんですね。0というデータが書いてあるんです。復元しようとしても0ってデータが上から書かれてるから、元々あった例えば画像とかですね、写真とかのファイルも完全上書きされて消されちゃってますんで、存在しないということになります。そこでも復元できないということで、やっぱりそこまでねやらなきゃいけないということになります。つまり全ての領域にある一定のデータを全部書いてしまって、もともとあったデータを塗りつぶしてしまうと、まあ、そこまでなきゃダメだなという話になっています。で、さらにですね、これ私もちょっとあまり詳しいこのことをお話しできないんですが、残留時期ということで、ハードディスクにこう、まあ、磁石の理屈ですね、そういった形でデータを書き込んでいるんですが、それがまだ残ってる可能性があるということで、これ本気になってやるとですね、復元できるケースがまだあるんですね。で、そこで同じデータを書いて、また違うデータをもう1回書けば、2回書けばまず消せるだろうということになってます。で、望ましいのが、その固定パターンのデータを1回書いた後にまた違うデータをもう1回書けばほぼ OK でしょうというふうなことが言われています。逆に言うとですね、ハードディスクの復元する業者がいます。これやっぱりハードディスク壊れてしまったっていう大切なデータをですね、復元しましょうという、もうすごい高い技術で復元される業者の方がおりまして、本当にプロ中のプロがいるんですね。その方に手にかかるとですね、復元できてしまうという、大体 OK ですという話がありまして、その分ね結構費用もかかってしまうんですが、やっぱりその気になれば復元できてしまうということがありますので、完全削除というのをやりましょうということになっています。もちろんハードディスク壊れてしまった、もしくはね誤ってフォーマットしてしまったっていうのは、逆に言うと割と簡単に戻せるっていうことになります。もちろんその復元する、ね、業者の方にお願いしてもですね、割とこう戻せますよっていう、まあ、場合によってハードディスクを分解してこう読み出すってこともしてますんでね、まあ、ちょっと話がそれちゃいましたけど、まあ、そういったところもあるんで、なかなかねこの完全消去というのはですね、この技術が高いと実はいたちごっこじゃないかと言われるくらいですね、言われている技術でして、でこちらにですね、ハードディスクの消去ということで、ガイドラインが出ています。これ JETA という業界団体ですね、社団法人電子情報技術産業協会、これ何度か噛んで何度か目言い直してます、これ社団法人電子情報技術産業協会というところがですね、ハードディスク消去に関するガイドラインというのを出しています。これ皆さん検索していただけるとですね出てきます。ハードディスク消去ガイドラインというキーワードでですね、Bing もしくは Google でですね検索していただければですね出てきます。ちなみに Google だとトップに出てくるんですが、非常に残念なことに Bing ですとですね、あ、トップに出てきますね、出てくるんですが、リンクがちょっと違ってますと出てきちゃって、まあ、そこから終えるんですけども、JETA のページに飛んでですね、ハードディスク消去のガイドラインということで、こちらに、ね、ガイドラインが書いてあるのを見ることができます。ちなみにこれApple のサイトからもですね、ハードディスク消去に関するガイドラインがありますということで、こちらの JETA のですね、ガイドラインのページに行っています。これ Apple のサイトでですね、apple.com/legal/hdnotice というところで、パソコンの破棄上等時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意ということで出ておりますので、こちらはね、リンクたどってみていただければなと思っています。
でそこにはですね、やっぱりハードディスクちゃんと消去しましょうと。で私が今言ったようなフォーマットとか Windows 上の初期化だけではダメですよということをですねお話に書いてあります。やっぱりですね、特定のパターンを2回以上こう上書きすればですね、まず OK ですという話があります。まあ、そういったガイドラインが書いてありまして、でここのですねご一読いただければだと思うんですが、さらにですね突っ込んでいきますと、この消去の方式ってどういう方式がありますかというのがあるんですが、こちらですね、国防総省、アメリカの国防総省準拠方式とかですね、いろいろ方式があります。例えば軍のデータを消すとかですね、結構重要なところがありますので、そういった準拠の方式っていうのがありまして、でいくつかパターンがあるんですが、こちらねゼロ書き込みということで、もうゼロのパターンを全部バーッと書いてしまうという一番簡単な書き込み、あとはランダム書き込みということで、まあ、任意の値ですね、乱数でバラバラな値を全部上書きしてしまうという方式、あとは米国国防安全保障局方式 NSA というところで、乱数をですねこのセクターという、まあ、ハードディスクの書き込み単位なんですけどね、そこに乱数書いて、あとはファイル単位にどんどんどんと乱数をまた書いて、さらにそれをゼロで埋めるという方式もあります。それとですね、これ米国国防総省方式 DOD522022M という方式がありまして、これはですねある一定の値を書いて、さらにその歩数を書いて、さらに乱数を書いて消せたかどうかをチェックするということで、全部で3回書き込みを行うという方式があります。それとガッツマン方式っていうんですかね、乱数を書いて、固定値を乱数を4パターン書いて、固定のデータを27パターン書いて、さらに乱数を4パターン書くということで、合計35回書き込みをするという方式もあります。まあ、これお話したのはですね、いろんな種類のうちのごく一部なんですが、まあ、そういった形でですね、いろいろ消去方式が出ています。で、ちなみに今お話しした消去方式はですね、アットマーク IT の破棄するハードディスクのデータを完全に消去するという記事を見てお話ししています。まあ、このようにですね、データを書き込みを完全にやってしまうという話、まあ、なんか何度も同じ話をしてしまったりですが、結構ね、重要な話なんでお話しさせてもらってるんですが、まあ、そこまですればハードディスクも消去できると。つまりハードディスク捨てたいときと、私の今みたい、私みたいにですね、オークションで売りたいときとかですね、活用していただければなと思っています。では、じゃあ実際やるときにどうやればいいでしょうという話になりますね。まあ、いくつかパターンがあります。市販のですね、ハードディスクの完全消去ソフト、それを買ってきて使うというのも手です。ホワイトニング用のソフトって結構出ていますし、企業の方はですね、会社指定のものがあると思うんですね。まあ、会社によると思うんですが、そういったのを、ね、活用していただくか、もしくはですね、フリーソフトが結構何種類か出てます。で、まあ、実際検索してですね、ハードディスクホワイトニングソフトとかフリーソフトとかで検索するとですね、結構いろいろ出てきます。で、今回私が試したのが2種類あります。で、その話をね、ちょっと紹介したいと思うんですが、ホワイトニングということで、一つ目がですね、DBAN、D-B-A-N ということで、ダリックスブート&ヌークと、ちょっと呼び方合ってるか分かんないんですが、そういったソフトがあります。これ海外のソフトなんですが、これはですね、CD もしくは USB メモリからパソコンを起動して、パソコン上に載ってるハードディスクを初期化するということで、例えば OS 走らせながらですと消すことができないんですが、実際 CD でとか USB メモリー一回立ち上げて Windows じゃなくてですね、これ Linux が立ち上がります。Linux が立ち上がってどのハードディスクを消しますかというのを指定して消去するということで、完全その Windows のシステムから離れた状態で消去できるんで、もう完全消去できますというものになります。で、私もこれ実際、試しました。このソフトの、ね、URL なんですが、 www.dban.org ダリンクスブート&ヌークというソフトですね。こちらになります。こちらからダウンロードしていただくとですね、 ISO イメージということで、実際 CDR とかですね、 DVD-R とか、ああいうメディアに書き込める形式でダウンロードできますので、実際書き込んで、例えばその CD もしくは DVD でブートしてハードディスクをメニューから消去するということで、まあ、実際非常に地味なね、文字だけの画面が出てきます。で、そこで、ハードディスクを選んで削除ということになります。ただ削除すると本当に削除しますので気をつけてください。まあ、そういうソフトが一つあります。で、こちらもちろんですね、内蔵しているハードディスクもそうなんですが、 USB 接続のハードディスクも削除することができます。それがまず一つと、いや
実際システムで動かすわけじゃないんで、Windows 上からできませんかというお話もあると思うんですね。これまたいくつかあるんですが、今回私が使ったのはですね、ファイルシュレッダーというソフト、ファイルシュレッダーというソフトで、このソフトはですね、ファイルを指定したりフォルダを指定したりして、ここを削除、完全削除するということもできますし、今回やったようなハードディスク全体の削除ということもできます。まさにファイルシュレッダーという名前の通りでですね、もう部分的にこのファイルだけ消したいんだよとかね、そういった用途にもですね使うことができます。で、このファイルシュレッダーというソフト、これまた海外のソフトでフリーソフトなんですが、ダウンロード URL がですね、 www.fileshredder.org と、ここからダウンロードできます。で、これは完全に Windows 上のアプリケーションソフトになっていまして、ファイルをね、こうメニューから選んで、ハードディスクをメニューから選んで削除、もしくはファイルを指定して削除ということができます。で、実はですね、今こう削除中なんですね。削除中なんですねっつって、別に画面見せるわけにいかないんですが、これ今見てるとですね、削除方法っていくつかあって、デフォルトがですね、米国国防総省準拠方式ということで、 DOD522022M という方式で今削除しています。そういうことで、ね、結構時間かかりますね。さっきのですね、 D 版に関してもですね、場合によっては丸1日かかります。ちょっと時間かかるんで、時間の余裕を見てですね、やっていただいた方がいいと思うんですが、このファイルシュレッダーなんですが、やっぱりいくつかその削除方式を選ぶことができます。まあ、シンプルなワンパス、シンプルツーパスとかですね、1回データ書き込むだけ、2回違うパターンを書き込むとかですね、あとさっきの、ガッツマンという、35回上書きするという方式、それも選ぶことができるんですが、初期状態ではですね、このアメリカの国防総省準拠方式ということで、削除をします。で、実際この動作画面見てるとですね、ギガバイト単位でデータをどん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 ファイルを書き込んでいます。で、書いた上で、多分これ後で消すんでしょうね、書いた上で削除ということで、これで完全にもう元々書いてるデータを上書きして消してしまうということになります。どのソフトがいいかなっていうとですね、このファイルシュレッダーの方が割とお手軽にできるんじゃないかなと思っています。そういったことでですね、ぜひファイルを削除したい方はですね、活用いただければなと、そういうふうに思っています。そういうことで、私は今1台目の 250GB のハードディスクをですね、今一生懸命消去しているところです。他にもですね、まだ 250GB のハードディスクあったり、 120GB とか 160GB の、ね、ハードディスクとかありまして、これ全部削除していこうかなと思っています。またちなみに今オークションで売ってますんで、興味のある方はですね、ちょっと入札をしていただければですねちょっと中古のハードディスクなんで保証はできないんで、申し訳ないんですが、ノークレームノーリターンという形にさせてもらいたいと思うんですが、興味のある方はですね、ちょっと入札していただければなと思っています。そんな話はどうだっていいんですが、そういったことでですね、ハードディスクの削除することができますんで、ぜひですね、身の安全を守るという意味でも、ハードディスク手放すときとか、捨てる場合とですね、ちょっと活用していただければなと思います。あと最後一つ、本当に捨てるとき、あれ物理的に壊すのが一番です。実際私でもハードディスク完全壊れちゃってたときどうしたかっていうとですね、もう動かなくなったのはしょうがないんですけど、まだ動くんだけどもう読み出せないっていうときはですね、逆にそのファイル消去ソフト使えないんですよね。で、どうするかというと、ハードディスク中身シール剥がすとこう蓋が開くところがいくつかあるものもあります。そこで電源を入れるとハードディスクの中で回転するんですね。そこでドライバーを使ってハードディスクの回転するハードディスクにドライバー当てて傷つけるんですね。そうすると結構硬いんで傷がつくかどうかって微妙なところなんですが、そこでハードディスクに傷がつきますんで、ここまでやれば読めないだろうという風な方式も取ってますので、本当に捨ててしまう場合はそういう方式を検討していただければなと思います。もしくはハードディスクの中でマイナスドライバーで引っ掛けてバキッて割るっていう方もいるんですけど、私挑戦したんですけど硬すぎて割れませんでした。割れるもんなら割った方がいいと思います。またあとですね、パソコンファームとか以前紹介しましたその回収業者の方にね、もう完全にお願いして電子的にバンとやる、もう専用の装置持ってますんでね、そちらにお願いするというのも手ですし、完全消去しましたっていうね、証書も出してくれますんでね、そちらをですね、本当に破棄する場合ですね、活用されるのもいいんじゃないかなと思っています。はい、そういうことですいません、今回なんか同じ話を何度も繰り返した気がするんですが、ハードディスクのホワイトニング、こちらの話をさせていただきました。
はい、第173回目はハードディスクのホワイトニングの話をさせていただきました。まあ、皆さんどうでしょうね。そんなこと言われなくても分かってるよって方結構おられると思いますが、お話をねちょっとさせていただきました。ちょうどね目の前で私やってたことなんで、これネタにいいなと思ってお話をさせていただきました。これ今回聞いてて皆さん最初あれと思ったと思うんですが、今回多分オフィス2013の話をすると思ってたという方結構おられると思います。で、実はですね、私もオフィス2013の話をしようとして、実はワードはこうなりました、エクセルはこうなりました、パワーポイントはどうなりましたという話をですね、プレビュー版では一回お話ししたんですが、改めて製品版こうなりましたという話をですねしようかなと思ってたんですが、実際のところですね、オフィス2013を改めて買う方ってどのぐらいいるかなってちょっと思ったんですね。結構プリインストールで、最近またパソコン春モデルが出ましてね、それはプリインストールで結構オフィス2013入ってるんですが、どのくらいの方があれを改めて買うかなと。で、すごく便利になってますし使い心地も良くなってます。それはねやっぱり改めてお話はさせてもらおうと思うんですが、その話をするのとこの回のハードディスクの話をするのとどっちが実用的で皆さんの役に立つかなと考えた時ね、ハードディスクの話した方がいいかなっていうふうに思いまして、ちょっとハードディスクの話をね先にさせてもらいました。喋ろうとオフィスの話しようと思ったんですけどね、なんかね私これマイクロソフトの広報番組じゃないしなっていうことでね、ちょっと聞いてもらえる方はどっちが有効な話なのかなということで、ちょっとこちらの方をね優先させてお話をさせていただきました。もちろんですね、オフィス2013の話はですね、回改めましてぜひお話をさせていただきたいと思いますし、一昨日発売になりました一太郎2013、こちらの話もですねぜひしたいと思っています。一太郎2013にまだ買ってないんですけども、まず評価版で試すなりなんなりしてですね、やっぱり日本語版プロだったらね一太郎はね外せないんですよ。いいソフトです本当に。そこら辺の話もですねぜひしたいなと思っておりますんで、ちょっとその回はですねちょっと楽しみにしていただければなと思っております。今後もですねこの話してくださいって結構いろいろリクエストいただいてるんですが、いろいろこうより身近なネタをですね取り扱って、マイクロソフトの Windows をより使いこなすっていうかね、より活用するこう手助けになればいいかなと、そんな風に思っておりますんで、いろいろご意見ありましたらよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。